鶴岡八幡宮やぶさめ小笠原流は、武家古実、休術、馬術、霊法の流派。また、兵法、戦茶道、佐道にも小笠原流を名乗るものがある。礼儀作法の流派として知名度の高い流派であるが、本来的には、休術、馬術、軍人古実、霊法などの武家社会の古実全般を含む。原型となったのは、小笠原科伝の古実であり、 室町時代中期以降、小笠原氏が武家社会における古実の指導的存在となったことから、同家の古実が武家全体に重んじられた。小笠原流と呼称されるものは歴史上いくつか存在し、それぞれ内容や伝えた家系が異なるために区別が必要である。また、小笠原流の歴史に関しては、後世の創作や家宅が広く流布しているため、史実との春別も必要である。 大別すると以下の六種に分類できる。室町幕府方向宗京都小笠原氏による武家古実、旧術、馬術、諸霊法。戦国時代の小笠原長時、上京府氏による古実研究に始まり各地に広がった古実霊法。特に江戸時代初期の水島占いなりの系統は民間はじめ武家社会にも広く普及した。江戸幕府旗本。 小笠原氏による武家古実、旧術、馬術、霊法の流派。もの。京都小笠原氏所流の子孫である、小笠原のい戸の助家と、小笠原総領家所流赤沢氏の子孫で、小笠原に複製した小笠原平米家の庭が、徳川氏に使え古実を伝え、江戸中期に復興された矢部様等の諸儀式を支配した。明治維新前後に、縫い戸の助家は絶えたが、 平米家が、旧馬術霊法小笠原流の宗家として現在まで、継承している。兵法の一流派。室町時代の京都小笠原氏一族とされる、小笠原宮内大輔氏た菓子が祖。千茶道の一流派。小笠原流千茶道。旧国倉藩主家である小笠原家僧侶家に伝わる、佐藤及び霊法の一流派。小笠原家佐藤古流と小笠原流霊法。 昭和時代に第32代小笠原忠氏等によって民間に広まった。本校では1から4を中心に記述する。1.2については歴史参照。3.4は概要参照。各家系の詳細は小笠原氏赤沢氏参照のこと。現存の各団体の概要と来歴は以下の通り。小笠原流の歴史として留伏しているものとしては、 本庁武芸商伝などの江戸時代以来の書籍や、完成重州諸家等の家父、また弓道家による書籍などである。資料館で相違する内容も多いが、以下一般的な、小笠原流旧馬術霊法の伝承を主体にとして、記述する。なお、これらはあくまで流派の伝承であり、歴史的裏付けがあるとは限らない。 小笠原流の伊手草加式の的小笠原流のやぶさめ伊手流派の始祖としては、小笠原家の初代小笠原町清とするもの、七代小笠原貞宗とするもの、さらには塩素の貞住親王とするもの等がある。完成重修諸課府等に見える家電によれば、小笠原氏は塩素の貞住親王以来の旧法を代々伝え、鎌倉時代には初代の小笠原町清が、 源の頼朝の二代、小笠原長常が、源の根朝の旧法師範に命じられたとする。七代目の小笠原貞宗は、南北朝時代に、五代醐天皇に仕え、九馬の妙運に達し、かつ霊法を進定して、武家の定式とするなりという、お手藩を賜り、この時、弓、馬、霊の三宝をもって、旧法とした。また、大の字の門を与えられ、 これが現在にも伝わる三回騎氏の家紋である。なおこの時期に、定宗と一族の小笠原恒卿は、終身論及び対友論をまとめ、今日の小笠原流の基礎を築いたとされる。室町時代には、足利義満の命により、十代、小笠原長秀が、今川左京大部、宇治より、伊勢武蔵守の利他だと共に、三義一党を編纂。 武士の一般常識をまとめたとされる。十八代小笠原上件は、三義党後に加えられた記述をし、武家礼法を小笠原令書七冊としてまとめた。小笠原家は、代々、僧侶家が旧法及び小笠原流礼法全般を取り仕切っていたが、僧侶家十七代の小笠原長時とその子、上件期には、戦国大名として、 信の信仰を行った会の武田信玄と戦いを繰り広げる中、キューバ霊法の伝統を絶やさないため、永六五年、一族筋にあたる赤沢行直に、旧法的伝と、経図、記録を携え、キューバ術霊法の宗家の道等を託した。道等とは、小笠原の弓、馬、霊の三方の総取り式辞役の正当継承を意味する。つまりこの時、僧侶家と、 キューバ霊法の家が分離した。この後、赤沢恒直は徳川家康に仕えて、小笠原姓に服した。キューバ霊法総家筋となった、この家系は歴代将軍に仕え、将軍家子女の婚礼や、元服の儀式に預かるとともに、八大将軍、徳川吉宗の命により復興されたヤブサメが、第二十代小笠原徳春に預けられ、以後代々記者師範として、 門邸を指揮し、高田の馬場等で行うなどしている。明治以降も継承され現在、小笠原清忠が、旧馬術霊法教場31世宗家。旧馬術霊法の継承者として、大敵式、戸戸出式、草加人氏の腐者やぶさめ、笠掛家,家などの記者の各種の式を、明治神宮や厚田神宮、伊勢神宮、靖国神社、鶴岡八幡宮など各地で行っている。 なお、清忠の着難小笠原清本は、特定非営利活動法人小笠原流、小笠原教場の理事長を務めている。小笠原流霊法は、登録商標となっていて、小笠原教場以外が、小笠原流霊法の名称を使用して教えることは、禁じられている。なお、休日流派としての小笠原流は、室町時代後期に、先人の負者を起源として起こった。 日置流の斜面打起こしに対し、記者由来である正面打起こしを行う点に特色がある。大敗も日置流とは異なり、今日的な用語で、霊社系と分類される。斜法に関しては、日置流の影響を受けている。小笠原流千茶道は、小笠原町、清の父、鏡炎光以来の作法とされる。小笠原流作法を基礎とした千茶道の流派である。 平成三年財団法人小笠原流船茶道が設立された。現在の家元は小笠原秀道。小笠原家茶道古流の他に小笠原流を名乗っていないが、上記、忠実の弟で三河吉田藩主、小笠原忠友が三千屋の祖の父の戦争藩の四天王の山田、宗編を迎えて起こされた流派がある。これが宗編流茶道である。ただし、 これは、千家の流派であるため、小笠原流とは呼ばない。小笠原流の歴史に関しては、長らく本格的な学術的研究は行われていなかったが、日記賢一が、室町幕府旧幕古実家小笠原氏の成立にて、小笠原氏が武家古実の指導的立場となったのは、室町時代中期以降であること、その主体も小笠原宗家でなく京都小笠原氏である、こと等を指摘して、以来、 定説となっている。小笠原流の歴史については、運のみゆき氏、も月重隆、武田の光についで、九馬四天皇の末席に、小笠原長清氏が列され、初期の鎌倉幕府で重きをなしたことから、鎌倉時代ライブ家社会の古実の立場にあったと、されてきた。しかし、あずま鏡には、小笠原家が、旧法師藩を務めたなどの記述はなく、運のみゆき氏、の家、 記載がある矛盾点から、弓道踏み家で、小笠原流の弓道家、斉藤直義は、小笠原家が、古実の中心であったことを否定している。また日記によれば、そもそも、鎌倉幕府では、小笠原家のような源氏系の古実より、むしろ、藤原秀里流の古実が重視されていた。古来から、朝廷や東国武士の間で有名を馳せる重野家の、 もちの駒から算出される春馬に、記者の技術は、鎌倉幕府から、キューバの宗家と謳われ、同族のもち重きは、源頼朝から、日の本一の弓上手という有名を賜り、武田の文蜜は、やぶさめの大会において、優秀な成績を収めているのに対し、小笠原家は有名の割に古実が乏しく、戦果も心もとないのにもかかわらずキューバ四天王に、列されたのは、 鏡縁光の縁者であるが、ゆえの工具とされる。ただ、当時の武家においては、家々に独自の古実を有している例が多いので、各家が独自のしきたりや古実を古くから有していたことが否定されているわけではない。室町時代には、足利氏が将軍となったことで、幕府では、秀里流に代わり吉家流の古実が標榜されるようになり、 同じ世は現時系の各家の古実も重視されるようになった。武家古実、特に連中儀礼や諸儀礼が整ったのは、この時代とされる。二期は、室町時代の資料調査をもとに、小笠原流が武家社会の基盤となる地位を得たのは、室町時代中期、足利義則の代であるとした。また、それを担ったのも、従来言われていた小笠原宗家ではなく、 京都小笠原市であるとした。京都小笠原市は、小笠原貞宗の兄弟小笠原邸長が子祖で、室町幕府の奉公衆となり、幕府初期より、幕府の的、はじめなどに、たびたび参加した。幕府の的、はじめは重要な儀礼であり、その大役である、弓太郎は、京都小笠原市から認じられることが多かった。ただ、京都小笠原市の、 将軍家師範としての地位が確立したのは六大将軍、吉典以降である。後に、他の武家でも小笠原家の旧馬古実が重視されるようになり、武家社会の基範としての地位を得るに至った。この時代に、多くの古実書も成立するが、三義一党のように成立年代や、成立過程に、吟義の定されているものもあり、流派史をたどる上で注意が必要である。戦国時代に、 室町幕府が衰退するとに諸儀式は途絶え、京都小笠原家も冷落した。着流の小笠原千木清は足利義輝の近所であったが、永六の変で義輝と共に内寺にしたとされ、千木清の子、小笠原修正は細川氏に仕えた。子孫は熊本藩士となり、古実を伝えた。京都小笠原家の書流も奉公衆として古実に関与していたが、 足利義澄没後に、関東に下校し、隕石の後北条氏のもとに身を寄せた。北条氏没落後は、徳川家に仕え旗本となった。ナオの時代、僧侶家の小笠原長時や小笠原上慶が、古実研究に意欲を見せている。長時らからは、小笠原一族の赤沢常直を、星野、アジアン、小池陣の城サ房などが伝授されたという。 小池から斎藤三郎へ門久や水島占いなりと続く系統は世間に広くルフした。そのため現存している小笠原流霊法の伝書に記される系譜は多くのものが長時を初代としている。ただし、この系統に関しては室町期の小笠原家の古実とは家計も性格も明らかに異なっていることを無視することはできない。江戸時代のやぶめの様子江戸時代の江戸城での 休日の養成度幕府で古日に関わった、小笠原氏としては、御法上氏の家臣となっていた家系と小笠原氏所流の赤沢氏があった。その他、小笠原長時の流れを組む水島占いなりは、江戸で神宮の内容を取り混ぜて、古日礼法を教授した。天永元年には、徳川徳松の神よの儀の際に、森役の堀田正秀の命で白髪を献上し、 これ以来有名となった。この流れは民間で積極的に教授されたほか、武家にも普及し、松岡立方らの著名な子実家も輩出している。江戸時代前期、幕府では休日の将軍上乱が行われていたが、古実に移居した謝礼、記者などは室町幕府以来と抱いていた。徳川吉宗は、紀伊藩主時代からこれらの古式の復興に積極的で、 将軍就任後も初夏に伝わる文書や絵を調査させ、ヤブサメ、笠サけ、犬大物、シャ等を復興させた。ただヤブサメについては、装束などの交渉が十分ではなかったのでヤブサメでは、なく、記者教ものと称し、新式の記者として制定した。復興した書式は、府社は、小笠原の井戸の助演に、記者は、小笠原平部家に預け、おのおのが師範となって旗本などに教授し、 式を司った。これ以後幕末まで、古式による、謝礼や記者がしばしば行われた。小笠原縫い戸の助家の幕末の当主次郎は、公務所の休日師範を務めたが、休日はすぐに、科目から除かれた。なお、松尾小笠原家が藩主となった越前、勝山藩においても、やぶさめや笠掛けが行われていた。維新後に、縫い助家は絶え、平米家が、 小笠原流を司るようになった。武家社会の終焉により幕府などの後ろ盾を失ったが、旧来の標法家、武家層などが流儀の保存に努めたほか、平米家の当主、小笠原清志務は流儀の教授を一般にも解放し、東京女子師範学校、女子学習院などで作法を教授した。こうした近代化への対応と学校教育への採用により、 明治以降も小笠原流の伝統は存続した。政務の次は、生命が次、各地のやぶさめ復興に努め現在に至る。古くは、伊勢定常が指摘しているが、この今川、伊勢の領人は、領家の家系図には見られない人物である。これにより定常は、三義一党を義所としている。 例えば、笠兵の古実として、秀里の華麗を挙げ、秀里の末裔であることから下神戸幸平を、より家の休日師範に任じている。例えば、室町時代初期の記録ではあるが、両親王造氏では、小笠原氏はじめ、各家に、作法の違いがあることが記されている。法上総運の性質が、京都小笠原氏の出身神岡の儀で、 子供の長寿を願って被せる白髪のかつら。福井県市鯖江藩、勝山藩、丸岡藩の武芸、歴史と家本特集天皇家の刑罰明治、大正、昭和の皇室昭和63年3月号、新人仏王来社、P216、六士勇士、図解雑学剣豪列伝夏目社2004年ピアニッシも、192から193。ありがとうございます。